皆さんこんにちは。今日はピンダンの子供としてどのように私たちはピンダンオーベンの子供たちにいいものに見えることができるかを共有しようと思います。あ、そうだ、思い出したよ。パパンパストルが例の術について説教をしたことを覚えています。わー、スヌリのみんな一つは愛です。私たちは他の子供たち、特にリヨシに愛を示し分かち当たり尊敬したすことで他の子供たちの手本になります。それでは先に進みましょう。全能の父との関係に向けられた例の実の一つは信仰です。私たちは寝る前と愛を受け、自主権を支給せ、褒めるさかれて一緒して感謝しています。すべて栄光と名を遠くからせてあることは人間さん単に孤独し、幻を殺すとせず、女にイエスの気になり、凡物の創造者であり、永遠に属する者です。エイメン。朝起きるとき天使の愛を聞いて掃除機でまたたって組織感謝しています。そして老後で目とかさであったが寝なさでも黒いのとバタバラよとして全部なり良すぎりなりボンプスの創造者で永遠に属するものです。アーメン。私たちの創造者である天皇の知事にいつも感謝し、感謝することで仲間の子供たちのお手本になることができます。そして私たちが天国にいる全能の父である神にどのように賛美するかを分かち合います。パストル、いつも感謝しています。ありがとうございます。 Face the Father。 あなたたちはキングダムの子供たちからたくさんを学ぶことを願っています。今日は以上です。次またお会いしましょう。じゃあねー。